どうも、漢検一級の肩書きにすがり続ける芸人のキクリンです。すがり続けますよね。しがみにしがみ続けますよね。まだ味が出ますからね、漢検一級のね。過去に2回受かってるんですけど、直近は2回落ちてるっていうのは私キクリンでございます。そして前回に引き続きですね、この前回落ちた152点の結果、詳細結果が届いておりますので、それを振り返ってみるという後編でございます。ということで本日お送りするのは、漢検一級リベンジ失敗、点数詳細と後藤全公開後編ですね。ということで、前回は表ページが110点満点中86点ということをお送りしました。今日は大門5ですね、裏ページの大門5からお送りします。さあ早速振り返ってみましょう。大門5、塾塾の当て字ですね。今回私は10点満点中7点でした。これはね、8点取れただろう。どういうわけかね、間違ったのがね、これ今回ね、そんな難しくなかったと思いますよ。前回前々回 5点しか取れなかったんですけど、それに比べたら簡単だったな。なんで間違ったんだろう。5番、トリカブト。トリカブトですよね。草にカラスに頭。トリカブト以外ないよな。でも寝てなかった、寝てなかったんですよ、この日。受験した日寝てなかったんですよ。インプットし続けた結果、朝までね、抜けてたんですね、いろいろね。トリカブト分かったと思うけどな。あと間違ったのは9番のジャンク、10番のハトリ。これは分からんぞ。ハトリはなんか見たことある気がしますけど、ジャンクって何？ジャンクフードのジャンク？分からんわこれ。まあまあ、でもこれは遊びですよね。100点を防ぐためみたいなね、そんなとこありますよね。関係さんがちょっとやるね、お茶目な一面ですよね。これはできなくていいんで、まあでも7点か。まあでも7点8点取れてない、ここはね。昔から多くの人が言ってますけども、ここはそんなに勉強深入りしなくていいっていうね。まあ7点取れたし、まあ本当は8点取れてたと思いますから、まあここは今まで通りの勉強でいいのかなと思いますね。まあ1点2点で落ちてたらね、このトリカブトで159点で落ちてたらめちゃくちゃ悔しいですけどね。まあこの塾の当て字に関しては、他ができて余裕がある人が突き詰めて9点10点を狙っていけばいいんじゃないでしょうか。さあそして大門6のですね、熟語の読み一字訓読なんですけど、これが私10点満点中8点。これもね、記憶と違いましたね。私が確かね、前言ったと思いますけど、訓読み5問中3問間違ったなんて言いましたけど、2問しか間違ってなかったですね。あれ、間違ったのが4番の醜い。これ醜いって読むのちょっと知らなかったですね。そして8番の覆す。これ覆すか、ね、ちょっとこれは知らなかったですね。あとできてましたね。まあ、ここも8割取れてましたから、まあこれもやっぱりね、そこまで、音読み訓読みやってる結果として8割取れるっていう説がね、阿炎さんと話し合った時もそんな話しましたけど、まあ、できますねこれはね。ここも特に特別やる必要はないのかなと思いました。さあそして大問7ですね。いつも苦戦することでおなじみ、対義語類義語でございます。こちら私今回が20点満点中14点。過去の例で言うならば、ここで14点ぐらい取っていっても十分いけるなんて話をしましたけども、まあでもね、最近はね、各大問が難しくなってますからね、取れるところで取っときたいということで、今回もね、実力的には16点は取れたと思いますね。惜しいですね。振り返ってみましょう。間違ったのが5番の釈伏ね。この釈伏はね、私釈迦の釈って書いて、なんか仏教語だと思ったんでね、伏はできたんですけど、釈迦の釈を書いちゃいましたね。そして8番出骨ね。出骨かけたよ、昔なら。出骨のこの犬の部分がね、なんか間違っちゃいましたね。で9番の増肥ですね。増肥はね、どう間違ったんだったかな。左に貝って字つけちゃったのかな。火もなんか違う火書いてる気もしますから、まあダメですね。はい。まあ、今回も平均点は 5.7 点ですから、やっぱりね、ここ20点満点中 5.7 が平均なんだから、難しいは難しいんでしょうけどね。ここが14か16かあたりがね、結構こう合格の分かれ目になってくるのかもしれないですね。16取りたいですね。つまり8割ね。取りたいけど、まあ僕の経験で言うならば、
音読みで出た熟語を書けるようになっとけってとこですかね。うん、これ準1級にも言えると思いますよ。音読みで出た熟語も書き問題で出ることは普通にありますのでね、やっていきましょう。さあ、そして大問8ですね。故事ことわざ書き取りですね。こちらが私今回は20点満点中16点、まあ合格点じゃないですか。16点、分からなそうなところが分かんなかったっていうね、まあまあ仕方ない感じもありました。間違ったのが1番の指導ね。これいきなり間違ったらちょっと痛いですけどね、この指導はちょっと知らなかったな。まあ強いて言うならこの響きから予測できたのかなって気がしなくもないですけどね。この指導、馬の指導は正直分かんなかったんで間違いましたが、10番間違ってんすよね。元永初夏の栄を含み蚊を食らうで元永初夏の四字熟語が読み下し文になってるんですよね。英語の A ですよね。これ間違った記憶ないんですけどね。何を書き間違ったんだろう。これちょっとな、信じがたいな。でも間違ったんでしょうね。はい、まあこういうのありますね。でも英語の A を書き間違うと思えないんだけどな。まあということで、まあ、1番と10番を間違ってしまいましたが、まあまあ一応8割取れてたし、おおむねね、今回お世話になりました漢字提出さんの故事成語の2300問ぐらいを、かなりやりまして、まあ、結果として8割以上は取れたってことですね。まあ実質18点取れてたと思いますけどね。 A をどう間違ったかちょっと分かんないですね。はい。さあ、そして最後大問級の文章題なんですけどね、これがまあ結論から言いますと、書き問題20点満点中12点、読み問題10点満点中9点ですね。この読み問題に関しては毎回僕9点ぐらいなんで、これはね、普通にやってればできるって感じですね。書き問題12点っていうのは、これがちょっと私の想定しててよりちょっと低いですね。間違ったのが2問目の電柱、まあこれはちょっと思いつかなかったかな。6番目の純実はね、この正解のやつに竹冠つけちゃいましたね。竹冠つけちゃったな、純実。惜しいのかこれは。そして9番の集乱ですよ、これ。集乱書き間違うか。人心集乱の集乱でしょ。どう書き間違ったのよ。手辺、乱の手辺つけなかったかな。それとも欄の右側のグニョグニョってしたとこ間違ったんですかね。心身集乱の集乱間違うかな。10番のサイドはまあこれ漢字思いつかなかったですね。再びとか入っちゃったからね。サイドはちょっと間違えましたけど、ちょっとなー、この集乱間違った記憶ないんですよね。さっきのね、元永初夏の A もそうですけど、このあるんですよ、これが。どう、まあ多分ね、多分僕がなんかその思い違いで書いてるとかあるんでしょうけど、知ってて書けたと思ってるやつが間違いになるってことがあるので、やっぱりギリギリだと厳しいんですよね。余裕を持った合格点を目指さないとこういうことが起こります。なぜどう間違ったか正直ちょっと分かんないですね。こういうのがありますので、そうですね、余裕を持った点数を狙っていかなきゃいけないということですね。はい、ということで裏ページは90点満点中66点ですかね。はい、まあ全然8割届いてないか。ちょっとそうですね、文章題やりようがないっていうのもあるんですけど、この文章題の書き取りに関しても模擬試験をやることによってですね、問題そのものが出なくてもやっぱ引き出す練習ね、自分のこの持っているストックの中から、ひらがなとかカタカナで書いてあるのを見て引き出す練習ね、それそのものを模試でやってなくても引き出すルートを作っておくためのアウトプット練習がやはり必要だったんじゃないかというのが今回の反省ですね。そしてあまりギリギリになると見直しができませんから、見直しさえしていれば今回おそらくですね、あと私4点できたはずですね。元永初夏っていうか A を含み、花を食らう花を食らうの A、 英語の A と、人心集乱の集乱は間違わなかったはずなんで、まあ、こういう言い方良くないですけど、実力的には156点は取れてた。まあ私のそもそものね、終わった後の予測はそれでしたから、156点は取れてたはずなんですけどね。で、それでも落ちてるんですけどね。はい、ということで今回の
後半のね後藤前後回終わりましたけれども、前回と含めましてやっぱり反省点はですね、インプットを重視しすぎてアウトプットをしなかったってことにやっぱ、なりますね。そして見直しの時間がなかったことによる思ってもいない間違いが必ず毎回何個かあるよっていうことは、これからの受験生ね、私まあ準1級受ける、まあ、まだ受験生続けますんでね、自分の戒めにもしたいと思います。さあそしてですね、こちらついに来ました、最新のですね漢検1級準1級の2022年度過去問ってことは2021年度に行われたやつの過去問ですね、これ来ましたので、初見のねやったことのない漢検準1級の過去問、最新のね過去問をやれるようになりましたので、次に私が準1級を受けるその腕試しのね一つの一環として、次回はですね漢検準1級のこの過去問をね、最新過去問を初見でやってみた点数を公開したいと思いますので、準1級を目指す皆さん、ぜひそれにも注目してください。以上、ケアレスミス多め芸人のキクリンでした。